キビナゴの天然キビナゴの天ぷらです。で天つゆも一緒に頼んでますね。これいいからそのままで食ってみろ。うん、まあまあやな。うん、あ、まあまあやったんや。うまくはないな。あ、じゃあつけてみてや、天ぷら、天つゆに。まあまあやな。うまくはないな。あ、うまくないんや。いやいや、まあまあじゃなかったんや。まあまあやな。あ、まあまあな、これまずいよりのまあまあってこと。揚げたてでしょ。揚げたてうまい。揚げたてやな。揚げたてでまずいわけないでしょ。まずいわけないやんか、揚げたてや。まあでもつけた方がうまいな。そりゃそうやろ、天つゆに。そのまんまでよりはつけた方がうまい。うん、いそりゃそうやろ。まあまあやな。うまいよりのまあまあ。うまいよりのまあまあ。おう、さっきの卵とどっちがうまい。いや、こっちの方がうまいわ。あ、そうなんや。おう、さっきの卵よりはうまい。うん、あ、じゃあまあまあ失敗じゃないやん。失敗じゃねえやん。うまいよりやん。うまいよりの、うん、まあまあ。うまいよりのまあ。うまいよりのまあまあ。何匹入ってたの ?1、2、3、4、5、6本入ってた。5匹ぐらいの。5匹ぐらい。5、6匹入ってた。5、6匹、6匹かもしれないし。一回醤油とかで食べてみる。この甘だれと醤油、天つゆじゃなくて甘だれとか合いそうな気がするけど。いや多分合わんと思うで。甘だれ一回食べてみようか。ちょっと部分的に甘だれつけて食べてみて。醤油と甘だれ、だし醤油とかあるし、これが甘だれ。うまいですか。ちょっとうなぎ食べてるみたい。うなぎ味になるの。うなぎ味になるっていう。ちょっとお得やな。うなぎの食感にちょっと似てる。うなぎ。甘だれつけるとうなぎになると。うなぎの食感に似てる。それから醤油つけると何になるの。醤油で食べると。天つゆって何やったっ。醤油って何か混ぜてるんやったっけ。みりんとか。いや分からん。天つゆ。だしとか、だし入れてんでしょ、醤油。あ、うまい。あ、醤油の方がうまいの、うん、醤油の方がうまいことを発見しました。これどっちかというとうまいになる。まあまあ超えたん、これうまいまでいったんやん。これじゃあありやん、これまさかうまいが出ると。醤油つけた方が醤油だな。天つゆじゃなかったと。天つゆより醤油の方がうまいな。なるほど。いや、これは皆さんもこれ頼んだら醤油で食べてください。ちょっと粘ってよかったな。醤油やな。ああ、発想や、発想は。やっぱり天つゆじゃなかったんや。天ぷらやから天つゆでいかなあかんのかなっていう固定概念があったけど、その固定概念を捨ててこそこのうまさにたどり着いたって。醤油や、醤油の方がうまいっすね。ああ、はい、今これは醤油で食べてくださいとのことです。醤油ですね。以上です。以上です。